占い好き必見マニアック占い話後編。はい、はい、さて昨日から、はい、というか昨日はですね、はい、節分についてのお話で、はい、節分というのは毎年固定しているものではなくって、うん、年によって実は移動するんだと、うん、ただ通常はその1日24時間の中を微妙に動くだけだから、はい、結果的に日付はほぼ動かなかったんだけど、うん、たまにちょっとだけはみ出すというのが、はい、本当にたまに124年に1回、はい、今年がたまたまそれに当たってしまいまして1日ずれ込んだよということで、はい、今年は世間様立春は2月3日節分は2月2日ということになっておりますと、はい、で節分といえば、はい、ここ、しばらくの間最近になってからですね、恵方巻きというやつがこれは一大ブームですよね、はい、実はこの番組でも恵方巻きについては何度も何度も言ってるんで、はい、ネタ的にはまたかいって思われるかもしれませんけれども、恵方という、まあ、方角があるわけなんですね、はい、恵みの方と書く恵方というやつがありますと、うん、で厳密には歳徳神とか年徳神と呼ばれるその年の、あれですね、難しい方の年に、はい、道徳の徳に、うん、そして神様で年徳神とか歳徳神と呼ばれる神様のいる方角を恵方と呼ぶっていうふうになってるわけなんですけれども、はい、でその神様が年ごとにこう場所を移動するらしいんですね、うん、でそっちに向いていろいろなこうお参りするといいよとかですね、はい、前回っていうかこの前のうんちくのコーナーでも言ったと思うんですが、初詣っていう習慣自体は極めて近年のものであるよと、はい、で昔は年が明けてからしかもその自分が行こうとする神社仏閣がですね恵方の方にあるところにお参りするというその恵方参りっていうのがあったわけなんですよね、はい、なんかその辺にヒントを得たのかどうか分かりませんが恵方を向いて、はい、巻物を食おうと、はい、こういう話になっていると、うん、で、これ昨日も見た図でございますが、はい、ちょっと書き足しました、はい、赤いこの縦の線が年の切れ目になっています。あ、はい、ですから2月3日23時59分から晴れて今年牛年というふうになっております、はい、で実はそれまではまだ前年の寝年だよってことになってるわけなんだと、はい、でその根とか牛の上にもう一文字こうそれぞれ十巻と言われる文字がついてるんですけど、まあ、カノエネとかカノトウシと読みますが、はい、実はその十二支ではなくて上に乗っかってるこの文字によってその年の恵方というのが決まるわけなんですね、はい、でよく2021年の恵方は、南南東ってやってると思いますけれども、はい、南南東厳密には日の絵という方角があるんですけれども、これは今こう矢印でありますようにカノトというこの年だから恵方はこっちだと言ってるわけなんだと。そこでよく考えていただきたいのは節分というのは年が改まる前の日なんだから、はい、前年度最後の日なわけですよね。そうですね。ってことはまだその年の恵方は南南東にはなってないわけです、はい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 、ちなみにここに書きましたけど昨年は、西南西だったよということですので、はい、節分に食べてもその南南東は恵方でも何でもないよってことになるわけですよ、はい、だからやっぱり年明けてから食べるべきだよってことになるよってことなわけなんですよ、はい、で今回はまだね90度こうずれてるので、昨年度の方向向いて食べても悪くはないんだけど、はい、年によってはですね、来年の分の恵方が今年のうちだと大凶になってるなんてことがあるんですよ。へー、みんな恵方巻きを最悪の方向向いて食ってるなみたいな年もあったりするよっていうふうになるわけなんですよね、はい、そうだからまずは、その年の間10巻によって決まるんだから、はい、年明けなきゃそもそも話にならないよっていうのがポイントが一つと、はい、そして、なんていうかな、本来は海苔巻き食べるっていうのは別に古典とかに何も書いてはいないわけであって、恵方、はいはい、にお参りするんだとか、うん、あとなんかその神社仏閣から、ね、いただいてきたお札をその恵方に貼って、はい、いい方向に向けて貼り付けておくんだとか、うん、そういう使い道をするものなのであってですね、それよりは私がおすすめするのはだからこの3日の23時59分の瞬間に土地が改まります、はい、この瞬間にこの恵方を向いて深く深呼吸でもしてもらった方がよっぽど良い気を吸収できるよってことになるわけですよね。ですから、2月3日の日付変わる1分前、はい、ここが今年の切れ目だよってことになっておりますので、ね、はい、
そういうのを使っていただきたいなというふうに思います。あとまあのり巻き、ですけれどもね、はい、まあのり巻きそのものは別に全然悪いものじゃないし、うん、縁起物でもあるし良いものではあるんですけれども、はい、立春と結びつくのがよくわからんというかですね誰がどう考えたんだか知らないけど、はい、みんな恵方巻き恵方巻き言いますよね。そうですね、もうみんな結構習慣になっている人も多いんじゃないですかね。あれってでも奥村さんの家で例えばその、はい、ああいうのって食べてました？うちまあ関西なんで習慣はあったんですけど、うん、普通にあの手巻き寿司パーティーの日でしたね、はいその方がいいかもしれない。あんま気にしてなかった気がしますね。そうですよね、はい、まあ、のり巻きいつ食ってもうまいもんなのでそうですね、家族みんなで、はい、手巻き寿司作ってました。はい、はい、ということでございまして、はい、節分と恵方巻きに関するお話でございました。ありがとうございました。勉強になりました。はい、はい、それでは皆さんもね、おのおのの節分のお過ごし方を馴染んでいただければと思いますそれではまた明日ご覧ください。ありがとうございました。はい、また明日。